きげんよう。ごきげんよう。糸井の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。はい、本日紹介させていただくのは、ソシオニクスの ILE でございます。はい、ちなみにこのソシオニクスは、めまいさんの、はい、いざよいブログですね。いざよいブログから紹介させていただいてます。はい、概要欄にリンクが貼ってありますので、はい、詳しく知りたい方はぜひ。そちらを。はい。はい、今日紹介させていただくソシオニクスのソシオタイプ、はい、ILE というのは発明家と呼ばれる呼んでいるもので、うん、好奇心旺盛、うん、鋭い視点、うん、独創的なアイデアという特徴あるソシオタイプの一つです。はい、ちなみにこの MBTI のタイプで言うと、うん、ENTP、はい、とおおよそ対応するタイプと言われていて、うん、まあ、発明家あるいは、はい、ドン・キホーテだ、うんうん、なんて前の動画では、はい、うん、MBTI の ENTP を紹介させていただいたんですけども、うんうん、そこであのコロンブスとか、うんうん、マルコ・ポーロ、うん、インドに行ってきますって言って、うんうんうん、アメリカについて、はい、インドだインドだって言い張って、うんうん、で後に来たアメリゴ・ベスプッチに手柄を取られ、うんうん、アメリカになった、はい、そんな人ですね、うん、はい、要は冒険大好き、冒険大好き、はい、というタイプの紹介をさせていただきます、はい、で、うん、この ILE のファースト、うん、主導する機能ですね、うん、主導する機能はこの人の中心となる機能、うん、で目立ち自信もあるので、うん、あなたの頭の中のリーダーだと考えたら分かりやすいですと、うんうん、でこの ILE にとっての主機能は外交の直感機能ですね、うんうん、外交直感が主導する機能の人は他者の知的好奇心を刺激したり、うん、何かをさせるために他者の好奇心を利用したりすることに長けていますと、うん、知識や技術、人間に関わる異なる状況、領域において容易に類似性を見出します、うん、そして異なる知識同士、異なる社会的集団同士をつなぎ合わせ、うん、同時にたくさんの事柄に関われるようになることを好みます、うん、違った視点からいろいろ考えてみてそれが一致するのかどうかを確かめることを楽しいと思います、うん、なるほど、うん、それが楽しい人たちなんですねそれが楽しい、まあ、違いが楽しいんです、うんうん、なんで違いを言われると逆に楽しくなるんですね。そうそう、それ違うんじゃないのは、じゃあ何ってあもうなるほどね、うん、まあ、なんか明らかに違ってたりすると違うかもしれないですけどね、はい、すっとんきょうなことは、はいはい、まあ、違うかもしれないがっていうことですね、うん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 、それすらも楽しみそうですけどね。あ、それはなんでそういうふうに考えたのかみたいな、考え方が気になるみたいな、うんうん、新しいプロジェクトに関わったり、うん、新しく技術を習得したり、初めて会う人たちや、うん、新しい関係性を経験したり、うん、大体どんなことであっても最初の段階を楽しみます、うん、最初の段階を楽しみます、うんうんうん、最初の段階ですね、はいはい、これ楽しいのは、うん、新しい試みに向けて準備を開始することは、うん、誰かがすでにやっていることを経験したり、誰かが始めたことを仕上げたりする過程よりも、うん、断然価値があると考えている。あ、うん、仕上げという単語は、うん、このタイプの人には似つかわしくありませんと、うんうん、ある事柄についてもはや手に負えない、うん、あるいは、うん、自分があまりにもそれを放置しすぎていることに気づいたときは、うん、細々した問題をすべて片付けようと気を配るのではなく、うん、中断する傾向にありますと、うん、かっこのことは暗示される SI とも関係しているかもしれません、うんうん、と書いてあります、はい、いやもうやめちゃうやめちゃう、うんうんうん、細々としたことが、うんうん、急激に興味を失うんでしょうね、はい、でしょうね、はい、うん、で第2、セカンド、うん、想像する機能ですね、うん、クリエイティブファンクション、はい、主導する機能を補佐する副リーダーであり、うんうん、状況を判断してそれをリーダーに伝えるのが仕事ですと、うん、主導する機能に比べると自信がなく控えめだが、あ、控えめ、うん、
で仕事を任されすぎるとストレスを感じる、うん、という機能ですね、うん、でそれは TI、うん、内向思考が想像する機能の人たちは、うん、自分が経験したり学習したりしてきた一連の現象を説明するため、うん、論理体系化や公式化を簡単に行います、うん、しかしこの論理体系あるいはそれに基づく説明は、うん、永久的でも なければ、うん、包括的なものでもありません、うん、新しい経験や情報が加えられれば変わることもあるし、うん、あっさり切り捨てられることすらあります、うんうん、なるほど、うん、この辺がなんか、はい、あ僕の中では、うん、この前に説明した、はいはい、ENTP の中で紹介し、はいはいはい、したのとはなんかちょっと違う印象で受け止めてます、うんうんうん、この ENTP で読んだのは、うん、答えを出すときは、うん、恒久的なものではないといけない、うん、から、うん、その時間が決められる議論とかでは、うん、それは出すのはモヤモヤする、うん、だからこれが正解って言いづらいって話だったんですよ。言いづらいっていう紹介をしたと思っていたので、うん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 、ここに来て今紹介したのは、うん、論理体系化を公式化を簡単に行います、うんうん、でこれは説明っていうのは、うん、永久的でもなければ、うん、包括的でもないよ、うんうん、新しい情報が加われば変わることもあるし、うんうん、切り捨てることもある、うんうんうん、って書いてあります、うんうん、なのでなんかちょっと違う印象を受けて、まあ、でも似たように捉えることもできそうかなと思いました。そうですね、はい、でもちろんこのソシオニクスと MBTI は別物ですもんね、うん、この間っていうのもあるし、はい、なんだろう、恒久的なんかMBTI の恒久的にっていうのは、はい、多分仮面巨人さんが言った言葉、あ、うん、あいや視聴者さんが言った言葉、言った言葉 で、はい、でまあ、だからこれが正解だって言いづらいみたいな話なんですけど、はいはい、こっちはとりあえず正解で決めといて後から自由に変えれるよっていうのは絶対的な正解とは言ってないみたいな風に捉えることもできるかなみたいな。なるほど、そうですね、はい、僕は決めたがる傾向があります、はいはい、あのね、うん、こっちとこっちって置きたいんですよ、はいはい、あ、お前の話はどうでもいいんですけどね、はいはいはい、いやいや、こっちとこっちってやりたいので、うんうんうん、分かりやすいじゃないですか、うん、なんかね、もやもやっとしたものがね、はい、どうしても苦手なんですよ、うんうん、こっちとも取れるよね、こっちとも取れるよね、うんうん、っていう状況がね、うん、なんかもやもやってするのが、うん、嫌なんでしょうね、うん、でまあその状態だから、はい、とりあえずこっちって強く決める感じじゃないですか。そうですね僕は、はい、うん、でそれをなんかとりあえずこっちは本当にそれが正解なのかって思ってる言う人ですよね、うん、体調は、うん、とか、まあ、この人、はい、で、まあ、さっきの MBTI でいくと、はい、だからそれは正解とは言えないみたいな。ああ、なるほど、そうですね、うんうん、なるほど、だけど、まあ、この人はとりあえず正解って言っとくかみたいな、だけど本当にそれは正解だと思ってないからいくらでも意見は変えられる、変えられるよっていう人ですね。で、ではサードは規範の機能ですと、はい、この規範の機能というのはルールファンクションというもので、うん、自覚のある短所の一つです、うんうん、新しい場面に弱く自信もないが、うん、社会的な場面では適応するために頑張ろうとします、うんうん、またピンチの時に体を張って主導する機能を守ろうとするのもこの機能です、うんうん、がいかんせん弱いので、うん、そういう自覚があるっていうことですね、はいはい、ILE にとって、うん、規範の機能は、うん、SE、うん、外交感覚、そっか、主機能が N の人ですもんね、はい、うんうん、このタイプの人たちはあるべき姿と比べて規律がなくきちんとしていないとして、うん、自分を批判する傾向にあります、うん、そして非常に限られた成功によって、うん、自分を改善していこうとするのが、うん、このタイプの典型的な特徴です、うん、やりたくないことを自分に強いることはほとんどできず、うん、そして適切に人を動かしたり組織化したりする方法を理解するよりは、うんうん、人々がやりたがらないという状況を破り捨てようとします、うんうん、最も規律組織化動員は、うん、自力で生み出そうとするものではなく、うん、
必要性があるときに自然と生じるものです、うんうんうん、しかし彼らは戦わなければいけないことのせいで、うん、どんどん疲弊していき、うん、困難に直接立ち向かい続けるよりは、うん、別のもっと楽な道を探し始めます、うん、ぐいぐい押すことで何かをさせようとするやり口に腹を立てる、うん、そして圧をかけて相手を動かそうとする人の意見は拒絶します、うんうんうん、自分は圧力を使うのを避け、うん、代わりに誘惑したり、うん、感動させたりするのを好みます、うんうんうん、ものすごく怒った時だけは強硬的で要求が多い人になるが、うん、ちょっとしたら落ち着いて元通りになります、うん、なるほど、うん、この、はい、何か物事をする時って人は組織化することで、うんうんうん、ここまで発展してきたわけじゃないですか、はいはいはい、うん、組織化で立ち向かう、うん、でもそれは必要性があるときに自然と、うん、生じるもので、うん、って書いてある。はい、わかります。でも、うん、違うと思ってる人もいる、うん、要は自然とじゃなくて、うん、こうやってやらなければいけないから、うん、ちゃんと同意しなければいけない、うんうん、っていう人たちではないっていうことですね、うんうんうん、でそれをさせられそうになると違う違うって思う人たち、うん、まあなんか後天的にだから、はい、ここ一人じゃダメだからチーム作ろうかみたいな感じであれば、はい、多分あそうだよねってなる、はい、だけどとりあえず組織を作ろうかみたいなところから始まると、はい、それ何に必要なのみたいな。あーなるほど、うん、まあそういう感じなんだろうなっていう。逆算すると必要なんだよ。で逆算がだから必要であれば多分作る、はいはい、だけどなんか必要じゃない組織とかもあるじゃないですか。とりあえずここに10人集まったから10人で組織を作ろうみたいな。とかまあその他の会社を見るとこういう組織だから、うん、うちもこの組織にすればいいんだ、うん、あそう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 は腹立ちますよね多分、うん、でだからこう組織はもう必要があればそこに作るべきみたいな感じで思ってんじゃないかなって、はい、いやマニュアルを持ってきて、はい、このマニュアル通りにやればいいんだから、うんうん、こうすべき、うん、はイライラします。イライラします、うん、僕は多分こうやって書いてあるんだからこうやってやってみようよ、はいはい、が出てくるんですよ、うんうんうん、でその組織作りみたいなことに、はい、なんか力を入れてたりすることも結構ある、はい、あ本末転倒ですね。それはそう、そこが重要じゃねえだろうですよね。そうそうそう、でそれはまあ必要になったら作ったらいいじゃんぐらいの、はいはいはい、はい、っていうことですね、はい、いいとも悪いとも言ってます、はいはい、どっちが正解もないですもんねこれは、うんうん、